Round 2. Still green. これでよしっと。じゃあ草薙さん、俺もここに泊まっていいんですね。いいも何も、最初からそのつもりで来たんだろう。あ、いや、そういうわけじゃ。やれやれ。ま、いいんじゃねえの。はい、ありがとうございます。大会中は草薙さんたちの身の回りの世話をしますから。あ、それじゃあ早速、お茶でも入れてきます。あ、ティーセットは向こうの部屋だぜ。はい、わかりました。なあ、キョ。ん？なんだ？シンゴさ、なんとかしてやれよ。ああ？やつは弟子になったつもりらしいが、お前はどうなんだ？そうだよな。弟子を取るわけねえよな。なら、このままじゃまずいだろ。このままでいいとは思っちゃいないさ。格闘のセンスもないみたいだし。いや、センスは思ったよりはあるんだけどな。そうか？でもあいつはダメだよ。今だってそうだ。 KOF でライバルになる俺たちの世話なんてするなよ。俺はそう言いたいね。あいつはその、なんて言ったらいいのかな、目が違うって言いたいんだろ。あ、それだ。確かにあの目をしてる限りあいつは、あすみません。まったく、俺って本当ドジなんだから。シンゴ、お前、そういえば、あ、お茶菓子がないっすね。あの、俺なんか買ってきますよ。聞かれちまったかな。ああ、聞かれたな。まあいいじゃねえか。聞こえたら聞こえたで、その方が。まあそうだけどな。確かにお前の言う通りだよ、ベニマル。格闘する者の目ってあるだろう。あいつにはそれがない。いくらセンスがあったとしてもこの世界じゃ通用しないさ。だったらここで諦めさせるのもあいつにとってはいいことなんじゃないかってさ。いるかしら、草薙京。この声はシェルミーか。てめえ一体何の用だ。あら、なんだかひどく嫌われてるわね。私、せっかくいい話を持ってきたのに。話？ええ、ぜひ聞いてほしいんだけどな。ここを開けてくださらない？目が違う。あの目をしてる限りあいつは。目、俺の目のどこが悪いんだ。一体何が。あの目をしてる限り。そんなこと言われたって。くそ、よくわかんねえ。もう今日は帰って寝る。あっ、な、あ、いけねえ。ちょっとあなた、なんてことするんですか。もし頭にでも当たったら。すみません、俺別にその。あれ、そういうあなたはもしかして朝宮アテナさん。ああ、神様ありがとうございます。この私を見捨てないでくださったんですね。あの、矢吹くん、すみません。ここはどこでしょう。はい、実は道に迷って困ってるんです。しかも歩けば歩くほど周りはどんどん見慣れない景色になっていっちゃうし、もしかしたら私このまま遭難しちゃうのかと思って。いや、そうなんて、山の中じゃないんだから。あ、いや、そのいつもの癖でつい。私って結
結局都会には馴染めないのかしら。いや、そんなオーバーな。とにかく俺がホテルまで送りますよ。なんていう名前ですか？ですね、グリーンアベニューにあるセントラルハイアット。あ、わかりました。行きましょう。矢吹くん。はい。もう何時間も歩いてるんですけど。そうですね。なんかさっきよりさらに怪しい場所に来ちゃってませんか？そこの若いカップル、ホテルお探しか？だったら俺と来なよい。なんか言ったらよ、身ぐるみ剥がされちまうで。言うなよ、このバカ。バカ。大丈夫です。俺の勘が正しければ、アテナさんのチームが泊まっているホテルは、この向こうのはずですから。そうですか。ここに通りの名前があります。ブルーアベニュー8番街？ブルーアベニュー？ちょっと全然違うじゃないですか。私のホテルはグリーンアベニューですよ。間違えました。もうこれじゃ二重そうなんですよ。すいません。とにかくこの通りの雰囲気は危険ですから。多分スラム街ですね。なるべく早く出ましょう。アテナさん。おい、お前ら、命が欲しかったら金を出せ。てめえ。動くな。この女が怪我してもいいんでやんすか？くそ。さ、早くするでやんす。わかったよ。ほら。よーし、それでいい。ほれ。1,2,3,4,5,000円で300円。これで足は大金持ちって。おい、こら、足を舐めてるってやつか。300円じゃ今時銭湯にも入れないでやんすよ。くそ、気づかれたか。気づくに決まってるでやんす。だいたいね。やん、あら、え、あら、お前はチョイボンゲ。チョイさん、そっちはアサミア、アテナ。お前たち、こんなところで一体何をしてるんでやんすか？それはこっちのセリフだ。どうして強盗なんか。それはその。わかったぞ。行く。キムさんのところからまたまた脱走して、このスラムに逃げ込んだんだな。行く。でも、持っていた金を使い果たしちゃって。行く。それでせこい強盗なんかやってんだろ。チョイさん。ショー、行く。の秘密を知ったでやんすね。秘密も何も、毎回やってることが同じなんだよ。お前やっかましいでやんす。ぬ、今度こそ本気で怒ったでやんす。おお、やるか、チョイ。よし、こいつで試してやるぜ。俺が本当に格闘に向いてないのかどうか。ラウンド3デスゲーム。ちょえ。今すぐその体を真っ二つにしてやるでやんすよ。行くでやんす。ショー。おい、なんだ、どうして倒れないでやんすか？なんでって、こういう時は普通やられた方がばったり。なんてでやんすか？今の流れだと足が断然有利に聞こえてたのに。だって全然聞いてないし。くそー、結局今回もこういう役回りなのか。
より強くなってるじゃないですか。そう思いますか。はい。この一年、草薙さんにいろいろと教わってきたみたいですね。矢吹くん。なんでもないです。さあ、早くここを。あれは。どうしたんですか。草薙さん。え。あそこ。ほら。ここか。そう。このビルの地下がデスゲームの舞台。あれ。一緒にいるのは。確か。シェルミーさんですよね。デスゲーム。そう。文字通り死のゲーム。一度ゴングが鳴ったら相手が死ぬまで戦いは終わらない。どうしたの？おじけついた。そんなことね。それよりヤガミも来てるんだな。もちろん。ヤガミさん。さあ、いらっしゃい。最高の舞台に案内するわ。一体何なんだ。すごく嫌な感じがします。背筋が凍るような。俺、行ってみます。矢吹くん、矢吹くん。最高のカードを用意させていただきました。まるでキングオブファイターズ決勝のような対戦です。両コーナーをご覧ください。片や草薙きょう、片や矢上きょう。草薙さん、こんなところでどうして。デスゲームの始まりです。両者に祝福あれ。ボディがガラ空きだぜ。もう一発だ。どこかで手当てを。そんなものは必要ない。この場で俺が始末する。始末って。勝負の決着はついたじゃないですか。勝負だと。これは殺し合いだ。相手にとどめを刺すまでは終わらん。とどめやらせません。そんなの俺。どかぬなら貴様も殺す。一度言う。邪魔をするな。どけ。これが矢神さん。本当に牙をむき出した時の矢神さんなのか。なんて恐ろしい目をしてるんだ。草薙さんはいつもこれと戦ってるんだ。
こんな恐ろしいものと。怯えているのか、くだら。俺の前でそんな軟弱な目をするな、ヘドが出る。軟弱な目。目が違う。あの目をしてる限り、あいつは。草薙さん。俺、やっぱダメです。俺。あの世で後悔するな。アテナさん。今町、早く逃げるの。いやでも。はい、草薙さん、捕まって。こんなに助けられるとはな、今日。まあいい。この決着、KOF まで待っていてやろう。それまでにもっと腕を磨いてくるのだな。ラウンド4、ドリームマッチネバーエンズ。ベニマルさん、どうです、草薙さんは。ああ、派手にやられてる割には大した怪我はないようだ。相変わらず頑丈なやつだよ。よかった。あのバカだから、シェルミーの話になんか乗るなって言ったんだ。ヤガミにボロ負けしたんだろ。はい。ざまねえな、二階堂さん。なんだよ、うるせえな。だって平気なんですか、草薙さんが負けたって言うのに。負けないやつなんていねえよ。そうだろ。特に今日なんてそれを乗り越えて強くなってきたんだしな。そんな、だっていつもかっこよく決めてて、練習なんかしなくても強くて。かっこつけるのが好きだからな。努力なんて嫌いだぜって顔してるだけだよ。そうでしょうか。あ、草薙さん大丈夫ですか。 ああ心配かけたな、すまなかった。ベニマル、悪い。俺しばらく帰らねえかもしれねえ。へいへい、行ってらっしゃい。ちょっと待ってください。どこ行くんですか、そんな体で。別に、ただブラブラしてくるだけだ。ダメですよ、そんなの。ダメかどうかは俺が決める。ほら、カッコつけてやがる。ベニマル、うるせえよ。おお、怖。アテナ、シンゴ、助けてくれてありがとうよ。じゃあな。あの草薙さん。俺も連れてってください。どこへ。修行しに行くんでしょ。だったら俺も。バカ言ってんじゃねえよ。お願いです、草薙さん。俺はまだまだ弱いです。全然ダメです。俺あんな殺し合いの中に入ったことなかった。八神さんに睨まれた時、本気で怖いと思ったんです。体が凍って一歩も動けなかった。情けなかったですよ。その時草薙さんが言ってた目っていうのがどういうものか分かった気がしました。俺きっとまだ八神さんには勝てないです。でもせめて八神さんの目を恐れないようになりたい。あんな情けない思いだけはしたくない。だから俺を本当の弟子にしてください。草薙さん、お願いします。俺を弟子に。俺は八神に負けたんだぜ。教えることなんて何もねえよ。草薙さん、ったく、これで KOF まで帰ってこないな。やれやれだぜ。大丈夫でしょうか、体とか。ま、いつものことだ。心配になったら適当に見に行ってみるさ。知ってるんですか、場所。当然、
こう見えても俺信頼度ナンバーワンのチームメイト。あいつが行きそうな場所の見当はつくって。すみません。俺教えてほしいか。はい。一回貸しだな。今度なんかおごれよ。多分この辺りのはずだ。ま、くれぐれも見つかるんじゃねえぞ。はい、わかりました。行ってきます。ふう、苦労するぜ。出来の悪いチームメイトとその弟子がいるとさ。ま、せいぜい頑張りな、坊や。 KOF までに何を掴んで帰ってくるか楽しみにしてるからよ。それではこれよりザ・キング・オブ・ファイターズ98本戦を開催いたします。本日の第1ラウンド、日本の若きエース Kusanagi Kyo、 そして対するは同じく日本の Yabuki Shingo。それでは第1回戦、Kusanagi Kyo vs 矢吹慎吾、レディーファイト。やるじゃないかと言いたいとこだが、まだまだだな慎吾キック。ボディが甘えぜ。やっぱ強い。っていうか、この前より全然強くなってる。どうした？おいよ、信号。攻撃モーションの戻しが甘い。脇も並んだぞ。うりゃあ、まだまだ。自分の技のリーチくらい覚えとけ、バカ野郎。うわっ、うわっ、うわっ。ほら、休むな。どんどん曲がってこい。はい。ちくしょう。一撃だけでいい。せめてこの拳を届かせたい。この拳を。これはどうしたんだ。俺の体どうにかなっちまったのか。体が熱い。拳が熱い。燃えるように熱い。まさかこれが本当に燃えるってことなのか。これがちゃんとしてんじゃねえ。行くぞ、進むぞ。114式が運んでやる。やるじゃん、シンゴ。俺に一発入れやがったな。そうっすか。あれで炎が出りゃな。ほら、肩につかまれ。はい。草薙さん。なんだ。矢上さんに勝ってくださいね、必ず。当たり前だ。生意気言うんじゃねえよ。